令和になって最初の J1 リーグを迎えます。大型連休の後半戦、本当によく入りました。今日の舞台は茨城県立鹿島サッカースタジアム。2019明治安田生命 J1 リーグ第10節、鹿島アントラーズ対清水エスパルスをお送りしてまいります。いい雰囲気ですね。しかし右手のあのフラッグの大きさね、左手もこれもエスパルスも見事ですか。そうですね、非常にいい雰囲気をやっぱりサポーターが、両サポーターがこう作り出してくれてますからね。はい、やはりこの右のサイドバック長木というのが、まあ、ポジションはどこでもいいんです、自分の力を発揮したいと言っていましたが、本職ではないことは確かですよね。まあどこでもこうこなせられる選手ですからね、こなすこともできる選手ですし、ピッチの中に入った時にはやっぱりチームを助けてくれるようなね、どこのポジションでも助けるっていうことをこうね、惜しみなくやってくれる選手ですからね。さてこちらは清水エスパルスです。今日はドーグラスが戻ってきてるんで、やはり注目ということになりますが、あの北川が前節は無得点でしたが、それまではずっと3試合連続ゴール決めてましたからね。まあ苦しいチーム状況の中でですね、非常に北川がですね、はい、あのチームを引っ張ってたなという印象ありますね。エスパルスが今度は逆襲です。風が若干あるようです。仕掛けに行く、中を打ったが、どうだ、いや際どいですね今のはね。でボックスの外という判定ですね。いい形でボール受けてスペースありましたから、はい、縦に仕掛けたんですね、はい、これね中村非常にいいキック持ってますからね。中村の右足、中村入れた、いやこれは際どい。今のは最終的には中村ポストですか。いや違いますね、コンスンデが弾いたんだと思いますけれども、ちょっとこれはキーパーが触りましたか。今のですね、キーパー触りましたけど、ボールが入ってたんじゃないかということだと思うんですよね。我々から見るとですね、ちょっと入ってるように見えましたけどね。あーはーはー、あーこれはどうかな。クォンスンテがこれ触った時にはボールがゴールインにも見えました。そうなんですね、白崎ダンとシュート、ハンドボール、うまく決めて、最後は土井でしたかね。思い切って迷いのないシュート、土井先制点です。これは白崎からですよね、はい、白崎そして安西、はい、2人でですね、エウシーノと金子をうまく剥がしてですね、はい、まあ、鹿島サイドでいうと左サイドをうまく崩して深い位置から、まあ、同意ですよね、はい、非常に3人のこう位置関係も良かったですよね。さあ面白い、ドグラスクスター渡したボール、これシュートできた、わずかに左外れました。半回転しながら北川です。今のも鋭かったですね。そうですね、フリックしたボール、そして今メンバーの交代が認められます。鹿島の10番阿部が入りました。レオシン縦パスもらってレアンドロ、ボックス中浮かすな、ファウルはできません。エスパルスレアンドロ正面から、逆を決めました。最後は阿部、いいところに顔を出しました。ここはオフサイドありません、はい、この後も、ね、切り返しでね、対応できなかったんですね。これはものの見事です。キックウェイントでね、はい、阿部は今シーズンの初ゴールになります。ちょっとこれで乗っていけるといいですね。本当ですね、はい、レアンドロ、おいいパスだ、狙いがいいぞ。レアンドロは左を使う、
そのまま仕掛けてシュート。いや、いいんじゃないですか。ナダル3点目。安西決めて3対0。波状攻撃実りました。左から中に入ってきて安西、こぼれを拾ってゲット。はゴールキーパーのロッカー、ここはオフサイドないんですか。ないです、ないです、ね、オフサイドじゃないですね。じゃないですね。そうですね、今のがギリギリでしたね。最後の安西です。見事な判定ですね、はい、よく見てましたね、はい、エスパルスの5月構成はやはりドグラスが鍵を握ります。そのドグラス落とした、あーっと決まらない。最後はエウシーニョですかね。エウシーニョ人数かけた分厚い攻撃でしたし、やっぱりドーガラスの一番の特徴であるこう高さを出しましたよね。はい、入れたボールは頭越え、ロクタンの頭を越えていって、今試合終了。令和最初のゲーム J1 鹿島アントラーズ対清水エスパルス、3対0でホームの鹿島アントラーズが勝っています。